こんにちは、会長です。本日はですね、リンで使っていきます。相手の編成強そう。なんすか、まあ、脆いんでいけそうですけど、なんとか頑張っていきましょう。はい、でリンネさん強化されました。なぜでしょうか。マジでなんで、おかしいんですけど、なんか毎回リンネ強化されて、あやべえやべえって言いながらもまた強化されてっていう、まあ、アンサー持ってる人が少ないんで、もうしょうがないじゃん。勝率がとか使用率がとか、よくない？分かりきってるから、そろそろもう調整やめてほしいです。下げるかいじらないか、どっちかにしてほしいんですけど、まあ、僕はね、アンサー持ってないんで使わない人間です。いやマジギルギアコラボ来たら絶対引きます。マジで絶対引きます。よいしょ、とりあえず置いとこ。ネスー、あれ罠踏まれてない。よいしょこういうことなんすよ、マジで。よいしょ、よいしょ。あんま痛くなさそうだね。あんま痛くなさそうなんだけど。おいしょ。うん。なんか微妙だな。引きましょうか。わやばすぎ、痛すぎ。痛すぎ。あれ、あー助けちゃったねー。というわけで次の試合いきます。はい、2戦目やっていきます。イスタカ、アル、アダム。アルがダメか2枚とかだったらちょっとしんどいですね。最近多いタヌキシャドウとかそういうのだったら、まあ、ダメか1枚なんで刺さりやすいんですけど、まあ、赤がいるんで相性は悪くないかなって思います。前行きますね皆さん。削りきれないね。痛すぎー。桃鍋で削っていく普通に貫通したっていう。モガナメリンね、強いんだけど、防御はそんな高くないから。全然貫通するね。なんか、足並み揃えたい。頼む。えぐいてー。やばい、すごくやばい。すごくやばい。なんとかなった。ナイス、ナイス。全然リンにしてないけどナイス。
いや、なんか微妙、マジで微妙なんだけど。上行きましょうか。アンサーが欲しいです。アンサーが欲しいです。アンサーが欲しいです。はーい、ナイスです。味方が頑張ってくれました。うん、素晴らしい、ありがとうございます。うん、あんまり気持ちよくなれなかった。アンサーゲットしたらちゃんと研究つけて頑張りたいんですけど、なんか来る頃には逆に弱体化されそう。ギリギアがいつ来るんだろう。結構経ってるよな、もう。はい、最後バトルアリーナでやっていこうと思うんですけど、ギリギアコラボ入ってない。うん、あと今回のニーヤコラボ入ってたらアンサーなくてもバトアリだったらワンチャンありかなって思ってる。こういうデッキはマジで弱いんで皆さんやめましょう。はい、うん、とてつもなく弱いです。とてつもなく。このまま前行こうかなって思ったけどやめましょうかな。飛んでってる、飛んでってる。二世さあれ、おお最高。ボイドールかわいそう、マジでマジでかわいそう。あー、最高最高、いいっすね。適当に置いといて、まあ、メダルもやばいことになってるんで。あんまりなんすけど、まあ、A は開けといていいかな。リヴァイが見れるんで、まあ、こっからどうしようかなって感じなんですよね。通常戦闘向こうの方が絶対強い。はい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 、なんか二勢がずっと溜めてる。んー、ナイスかな、ね、あー生きてんのか。一応中身はいるらしい。溜め切ってますね。デズ HS に備えてる感じかな。怖いんで引きましょう。間に合わないね。ヘルプミー。ナイスー、ナイスなんだけど、んー、どっからしよう。削って削って、まあ吐くよね。可能には裏行きましょうか。吐くしかないな。ここで帰ってたらちょっと時間がもったいないんで、そろそろデズマ HS 吐いていいんじゃないかなって思うんですけど。やばいな。とりあえず裏倒しに行くか。いえ、待って、くー、そんなー、残念。あ、惜しい、超激ロじゃん。残念。うん、弱いっすね。めちゃめちゃ弱いっす。まあ、て感じでリンネでした。まあギルギアコラボかニーヤコラボか、よく言えばどっちも、なんならオバロも桃鍋もって感じなんですけど、ちょっとねコラボが必須ということで、めちゃめちゃうざいキャラなんだけどあんまり使われずに情報されてしまうっていう。本当にね面白くないんで、たまに出てくるとめちゃめちゃ萎えるんで、まあ、さっさとね、確保してください。お疲れ様でした。